皆さんこんにちは。古びたメモリアルソード来ました。これさ、もうね、信じられないと評価するとぐらいで、かけら100ね。これいや僕は問題ないですけど、これさ、課金税、重課金税は足りないんだから、かけらが。なんでこんなことしたのって、かけらじゃなくって、このさ、課金を軽視しすぎてるというか、多分ね、その頭が悪い。ひろき聞いてるか、お前。かけらっていうのはジュエルで買えないんだから、かけらにするべきじゃないんだよ。課金してる人間ほどかけらが少ないんだから、あの武器にも使うし、新規解放にも使うんだからさ、なんでこうやってね、課金者をね、不遇するようなことをしてしまったのかっていうね、本当に頭が悪いと思います。あとは、まあ、そのね、もう何でもかんでもジュエルで、営利企業、上場してるね、営利企業なんですから、その利益をね、求めていかないといけないのに、全くとんでもないことしてる。施設とかもね、足りないルーンはジュエルで買えるようにしたらいい。何でもかんでもジュエルで解決できるようにしないといけないのにさ、してないっていうか、施設も、昔取った施設もこっからね、購入っていうところを作って、購入から昔の正月とかクリスマス施設もジュエルで買えるようにすればいいんだ。なんでそんなことをしないのか。あの課金者なんて普通に買いますから、施設、あの育てるのだってジュエル突っ込みますからね。なんでそんな誰でも考えられるようなことをしないのか。で、あとレベルアップですよね。レベルアップもなんか技術的に難しいって言ってるけど、詳しくないけど、そんなことが難しいんだったらこのゲーム成立しないんじゃないのっていうさ、100レベル、80レベルにするくらいさ、普通にできる気がするんですけど、なんでそれをできやらないのかっていう。それをしないと、課金者はやっぱしレベル1のキャラが多かったら次のガチャ引こうっていう気がね、やっぱそがれますからね、モチベーション下がりますから、他のやつらも育ててないしっていう。あとは引いても結局そのあのクリックをねしてってレベルアップさせないといけないからっていうのが精神的な重しになって引かないですから、なんだレベル100を、あのレベル100っていうか、そのワンクリックであのレベル100か、ワンクリックレベル80かっていうのをなんでしないのか。協力バトルもね、子さんはやりませんけど、新規のためにオートマッチングをなぜ実装しないのかって。協力バトルクリックし先に進めなかったら、そこでスマートフォン置いちゃってアプリ閉じちゃうんですよ。なんでそんなことをしないのかって。ひろき聞いてるか、本当に。もうね、いくらでもありますけど、ポスターの形骸化ね、それもあるし、まあいろいろあるんですけどね。とりあえず武器ガチャ2倍なんで引いてみましょうか。マジで。あとね、言いたいのは、もうね、子供が多い、ね、ユーザーも子供が多いです。あれしろこれしろってね、新規開放しろとかね、リソースは限られてるんですよ、人材は限られてるんだからね、あれしろこれしろって言ったら進むものが進まなくなるんですよ。新規開放なんて、まあ子さんはだ、子さんにもメリットあるかどうか分かんないし、コロプラ的には全くメリットない、ガチャを抑制するから、ね、で新規開放何がいけないかって、人的リソースを割いてしまうから、他のことが先に進まなくなっちゃう。島は進まないし、でまあ限定とかね、ガチャ関係追加も遅くなるんですよ。そこら辺を分かんないでさ、ユーザーもあれしろこれしろとかね、あとは新しい職を追加しろなんていうのはもってのほか、双剣すらいなかったですよ。双剣が入ってしまったがためにガチャのスピードもね遅くなる、6人のところを7人
だから時間もかかるし、声優ね、あとキャラデザイン、あと何ですか、その SD 作るのとかも人的リソース限られてるんですからね。職増やせ増やせってね、子供じゃないんだからね、何でもかんでもあれしろこれしろって決まってるんですから、リソースは。その中で選択してってね、あれした方がいい、これした方がいい、考えないといけない。ほんとね、ヒロキもアホだけど、ユーザーもアホが多いということで、ガチャしてきますよ。はっきり言って僕、斧以外いりません。というか、斧だけ来ない。拳は、いらない。キャラも、いないしね。杖もいりません。武器余ってます。使う人いません。指も使う人もいない、いないっていうか、武器は余ってるけど、使う人がいないですね。どうしよう、俺、受給来たら俺多分ダメだわ。双剣も、まあ、双剣はまあ別に来てもいいから、この武器がどんだけ強いのか分かんないですけど、あ、毒なんだ。まあ来てもいいかな。まあ、槍もね、いらない、槍もね、いらないですね。まあ、ソフィーの武器がないんで、まあ来ればいいかなっていう、まあアクションスキル、アクションスキル。武器スキルがどんなのか分かんないですけど、剣もね、いらないです。来たところで使う人いないですしね。そもそも剣自体弱い。斧しかないよ。斧。でもザックは、まあ、羊がね、ほとんど羊が純モチーフみたいになってるんでね。てか、ガチャ引く必要ないんだよな、まず。ガチャ引く必要全くない。5回でいいかな。5回でいいかな。全然ね、引く必要は。データダウンロード入りました、今。見ました。はぁ、もう2回で金が来るとか、本当にゆるゆるすぎるわ。ということで、いきまーす。あー、またデータ、見ました、今、右下のデータダウンロード。入りましたね。ほんとね、営利企業とはとてもじゃないが思えません。あれ、データダウンロード、あれ、俺キャッシュクリアしたんだけどデータダウンロード入んなかったんだけど、次で終わりにしますよ。全く引き付き引くは、しょうもない。いや、もうね、皆さんね、僕の言ってることね、賛同していただけるのであればね、まあ、お気に入り登録とか、あとはグッドボタンあるじゃないですか、あれをクリックしてください。よろしくお願いします。本当に虹のかけら問題ね、頭悪すぎると思うんですけど、僕なんでそうやってね、課金者をやっぱ楽しませないとダメですよ。もう考えてるんだって。で、最後に、てかあれ、なんだっけ、扇、何なの、でかいやつ、あの斧武器もさ、当たっても嬉しくないな、あれ。あれ微妙だろ、見た目強いのかな。てか全く引く必要ないからな、当たんねえよ。終了。